お疲れ様です。お疲れ様です。目的地は福岡市区平尾。いやー、だから今ナビ入れたら、はあ、俺が毎日通ってる道ですよ。ああ、そうですか。いや、しかも道沿いだよね。平尾一丁目。そうです、一丁目ですね。はいはいはい、はい、あそこだよね。ああ、そう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 、そうだよね。あそこの火山のところの、あのウエストの信号手前の角のところに、 あそこのあたり、そうです、ある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 。僕も行ったことないですけど、はい、有名です、ね、有名なの。はい、有名です、有名です。あ、そう。はい、ですね、あ、ここです、ここです。これでしょ？ここ、これでしょ？ここ。林道。そうそう、これ煮干しラーメン。あ、で自家製麺の煮干しラーメン専門店。そうそうそう。すみません、実はですね、私中島と言いまして。 OK です。すごいぞ。ちょっとガーク、すいません、じゃあよろしくお願いします。失礼します。ほら、製麺機。うわ、ほんとや、ここで製麺してる。そう、すごい。大将、あれですよ、ここで製麺してるんですよね。うわ、すげえ。しかもほら、いりこがさ、あんだけいりこがある。あ、それも本当だ。ほら、箱が違うって分かりますか？確かに。ということは、いりこブレンドしてるってことですよ。うわ、じゃあ、ちょっとすみません、よろしくお願いします。これ、ガク。いや、もうやっぱ一番上の淡麗煮干しの醤油、ね、はい、もうこれがひとまずと、この、え、お任せします。あとはこれさ、うわ、つけ麺も美味しそうですね。林道つけ麺、よし。じゃあ通常の煮干し、淡麗煮干しを一つと、はい、そしてあの林道つけ麺。ああ、いいですね。ああ、いいと思います。大盛りするか。あ、いいと思いますでは淡麗煮干しを一つと、林道つけ麺の大盛りを一つ。すげえぞ、これ見て。淡麗煮干しラーメン醤油、長崎県産の片口いわし銀タレ、香川県産のいぶきいりこがメインで、いわしの魚醤、小豆島の薄口醤油、あ、濃い口醤油で、薄口醤油を使ったタレの一番食べやすいラーメンで、それにまたこういろいろこう変わってくるんだよね。本当だ。この塩だったらそのイワシも違うし、林道ラーメンもやっぱりこうまた違うだし。本当ですね。激鱗も。本当だ、全部違う。いや、というかさ、極めてるよね。全部違う。だからもう本当にこれだっていうのを追求して追求して追求してっていう、そういうラーメンだと思います。大将の T シャツ見た？大将、胸をこっち見せてください。あ、煮干しだ。すごい。すごい。徹底してる。少々お待ちください。
て、あー来ましたね、めちゃくちゃうまそう、美味しそう、あー綺麗なつけ麺ですね、ねえ、いやー美味しそう、うわあ美味しそう、うわー美味しそう、この麺が綺麗、ほんと、ね、うわー美味しそう、よし、じゃあ行くぞ、いいよ、よし、うわいいですか、そう、いただきます、めちゃくちゃうまいこれは言わせてください、絶品です、もうねこのつけだれがものすごくふくよかなんですよ、いやこれめちゃくちゃうまいぞ、ちょっとさここにさ玉ねぎとさ、あーいいですね、バラのり、うん、ちょっと乗っけていいですか、あーいいですね、あー嘘、いただきます、激うま、あのね、つけだれが美味しいのはもちろんですけど、麺もツルッツルシコシコで、この麺ももう超絶こだわってんですよ、めちゃくちゃうまい、ガク、お、これやばいぞ、あーチャーシュー、チャーシューも美味しそう、あーチャーシューも美味しそう、もうこれ止まらん、出てきました、これも綺麗ですね、淡麗煮干しラーメンの醤油、美味しそう、ちょっとさまずはスープからいっていいですか、よいしょ、綺麗だね、いただきます、うまもう本当にねバランス最高です、多分ね日本人はもうこの煮干しの出汁をみんな味知ってるわけじゃないですか、だから全員好きだと思います、それに合わせるこの麺の綺麗なこと、あー美味しそうですね、まあそうだね、いいですか、あのこう博多のラーメンからするともうちょっと太麺なんです、これがねツルッツルシコシコで、めっちゃくちゃうまい、もう本当に言わせてください、桁違い、うん、うまい。チャーシューがとろとろです。それを一旦炙ってるんで、また香ばしくなってて、であったかくて、でこのねメンマっていうかシナチトックと一緒にいきますよ。ガク。完璧です、本当にめちゃくちゃすごい、いやガク
本当、君の顔を見てわかる。完璧です。めちゃくちゃうまい。多分食べたことのない美味しさだと思いますけれども、いや、素晴らしいラーメンです。ぜひ